おはようございますす。榎本ですえー、っとですね皆さんはえー、っとよそのラーメンって結構食べてますかねあのー、まあね商売やってるとなかなか外に行く時間もないっていうのもあるかと思うんですけどもねあのー、まあやっぱりねたまには、えー、他のラーメン屋さんのラーメンを食べるっていうのも結構重要だなってやっぱり思うんですよね。まあ、もちろんその、まあ ね、わざわざ、えー、目指していくっていうところ時もあってもいいと思いますし、まあ、何かのねついでの時でもいいですし、まあ、あるいは、まあね、近所のお店でもいいですからあのなるべく、えー、よそのお店のラーメンっていうのを食べるっていうのが、えー、すごくいい刺激を受けていいと思って僕もなるべく表で物を食べる時はラーメンを食べるようにしています是非、えー、参考にしてもらえればと思いますそれでは今日も1日も